どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、カカシ先生のスキンで、クナイ縛り、やっていきたいと思います。え、クナイ縛り？それって、武器一種類しか使えないじゃねえか。あと一応収集ツールね、クナイだから。いやこれむずすぎるだろ。コラボ期間でまあまあ出現率高いとはいえ、起爆札付きクナイは一応ミシックなんだから。そう、この縛りの一番の課題は、武器の確保。なのでほぼリセマラ必須ですね。フォトナでリセマラって。まずは下に一つ見つけたのでリセマラ成功。降りる場所はここが一番安定すると思うわ。理由は後で説明するわね。引き寄せの術。はやぶさちゃん。マジでナルトコラボのスキンとぴったりだわ。さて、ここで二つ目のクナイを発見。これで合計6本、シールドマックスの敵を、一人倒せるわ。って、ここでターゲットになっちゃった。それは悪い知らせだな。一応クナイ持ってるけど、終盤まで温存しておきたいから、バウンティー終わるまで、見つかりたくはないわね。ということで口寄せの術を繰り返し、大移動を続けています。バウンティーハンターには、ざっくりとした円でしか表示されないから、長距離移動を繰り返すと、位置を絞りにくくなるな。よしじゃあ、あっちの建物まで飛んじゃいましょう。さすがにあんなところまで探しには来ないでしょう。っておい、普通に敵いるじゃねえか。ギャー、なんでこんなところに。しょうがない、ジップラインで戻るか。あと1分、なんとか逃げ切ってみせるぞ。やっとバウンティーが終わったので、この縛りにおける、最重要人物に会いに行きましょう。最重要人物？ここにいるその人物に会うために、初手折りはあそこに固定していたのよ。その人物とはそう、カカシ先生です。いや、カカシかい。ここにいるカカシ先生は、150インゴットで、起爆札付きクナイを売ってくれます。ておい、お前もお金ねえじゃねえか。実はこの縛り初挑戦じゃないし、その前もカカシ先生の動画撮りたくて、何回もクナイ買ってたからねでももう次から買えないってやばくないか？正直ここでクリアできないと厳しいでしょうね。でも、今のアイテム欄は超理想的。マジでいけそうだよこれ。クナイ12本あれば2キルできるしな。倒した敵からもクナイを回収していけば、さらに長く戦えるからね。ショックウェーブの弾も10発と、かなり多いな。あと欲しいのは資材くらい、ここで大量の石材を集めましょう。正直ここ、一番安全だと思うんだよね。え、なんで？ほら、カカシ先生がいるじゃない。どっちが本物かわかんないでしょ。いやわかるわ。これぞ影分身の術。しかも敵が NPC の方に攻撃した場合、起爆札付きクナイで反撃してくれるから、頼もしい味方となってくれるのだ。確かに、いざとなったら NPC の後ろに隠れればいいし、割と安心して作業できるな。しかもここめっちゃ岩あるから、石材カンストできそうね。おっと敵だ。うおお、今こそクナイを投げまくれー。当たっているが、相手もめっちゃ当ててきてる。間に合うか。一応相打ちになったけど。くそー。これで勝てなかったの辛すぎる。畜生、なんで速射式サブマシンガンとかいう、殺意の高い武器持ってんだ。相手のキルスピードだいぶ早かったな。っていうかどうせこんなことになるなら、クナイ買わなければよかった。結局使ってないから、300インゴット無駄にしたな。そして今回は、金ないから買えねえぞ。正直ほぼ希望はないよね。まだちょっと時間あるから、惰性でやってるだけって感じ。チェ、ボットがしつこく撃ってくる。クナイ3本しかないから、ボットの相手してる余裕ないのに。早く遠くに逃げないと、銃声を聞きつけて他の敵来ちゃうぞ。そうね、さっきみたいにこの塔の上からジャンプするわ。まあ今回は NPC のカカシにあっても、あんま意味ないけどな。いや敵いるんかーい。まさかこんなところに。とりあえず持ってるクナイ全部投げる。お、2発目で割れたぞ。ワンチャンいけるんじゃね？このハンディークナイで切り倒す。じゃあ、チャグスプは絶望的。何回切りつければいいんだ。相手ショットガン持ってるし。しかし私は、この葉隠れの里の住人、銃なんかに頼らん。人数だけで倒してやるわー。いや勝つんかい。やった、誰が見ても正真正銘。クナイだけで倒したよ。だいぶ不格好ではあったが、忍者としてのプライドは守ったな。しかしここからまた、地獄のクナイ探し。反撃できないから、敵に見つかったら逃げるしかない。まさに修行だな。てか待って、あそこの屋上にあるのクナイじゃない？やった、天からの恵みだ。ショックウェーブを使って、全力で取りに行く。やっぱクナイ一つでも、持ってると持ってないとでは、全然気持ち的に違うな。うん、なんかこれだけでちょっといけそうな気がしてきたよ。待って、これアンチめっちゃ海に偏ってる。
そこにちょうどボートあるし、海の奥で潜伏しとけば、結構生き残れんじゃない？これは運がいいかもな。ボートは使うんかい、って感じだけど。ミサイルは撃たないからこれくらい許してよ。チャクラが使えたら、水面歩行なんて余裕なんだけどね。うわ、撃たれてる。でもここまで来れたら計画通り、水中に建築して、自分の身を守る。そんなちょっとで大丈夫か？今回は資材少ししかないから、できるだけ節約しなきゃいけないのよ。あんまり激しく撃ってくるようだったら、アーマードボールを使うなどして対応するわ。なんかカラスいっぱい飛んできたし、なんなんだよこの状況。カラス、撃ち吐いたちか？いいからここからどうするか考えろ。泳いで少しずつ陸に近づき、気づけば残り3人。え、なんか銃声聞こえるし、ワンチャンあるのか？私はまだヘイトを買っていない。最後の漁夫なら、区内3本でもいける。敵の一人は、アーマードボールでがっちり建築してるな。それならこっちに攻撃しづらいはず。このタイミングで、ショックウェーブで一気に移動よ。なんとか無傷で陸まで戻れたな。待って、めちゃくちゃアイテム。これガチでいけるよ。区内は1本だったか。でもここで資材を大量補充できるのはデカすぎる。建築で有利を取って、漁夫のタイミングで区内を投げれば、かなり希望が見えてきたぞ。さあ、三つどもえのバトル。ついに敵の兵糧を買ってしまい、大ピンチに陥る。窓が開いててアーマードボール設置できねえ。落下ダメージ覚悟で脱出。しかし、ショックウェーブランチャーで、ハイグラを取り戻す。床をがっちり固めて、絶対防御体制。これで敵同士戦ってくれたらいいが。やばい隙だらけだ、投げたい。おい何やってんだ、外してるし。ああ、貴重な一本が、三本となると、やはり敵同士戦うの待つしかなさそうだな。そうね、最後まで上でおとなしくしとこう。しかしなかなか決着がつかず、そろそろアンチもなくなる。敵に建築壊される前に、自分から安全に降りておこう。あ、ちょっとストーム入ってる。痛い、しかしここで1対1。まずは相手の建築を壊して落下させる。ああ、でも調整がむずい。早くアンチに戻らないと。か、勝ったー。マジか。最後相手自滅か？いやー、ちょっと思い描いてたのと違ったけど。とにかく、一応区内縛りチャレンジクリアですね。正直最初は無理だと思ってたけど、諦めずに頑張ってよかったな。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはぐさをゆっくりまで、よろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ私たちはこの辺で失礼します。また他の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。